明石関ヶ原の戦いでは、西軍の浮田秀家に従って出陣。本戦では、浮田勢1万7000のうちの8000を率いて戦法を務めた。浮田勢は、福島正則を相手に善戦したが、小早川秀秋の裏切りをきっかけとして敗戦。蹴る積は、切りにしようとした主君、秀家を諌めて大阪城へ退くように進言し、伝軍を務めた。戦後、岡山城に退くが、城はすでに荒らされていて。 秀家とも連絡が取れずにそのまま出奔大阪冬の陣が起こると豊臣方として参陣した大阪夏の陣では同僚寺の戦いに参加後藤元次が突出して戦死し破れたが照ミ隊は水野勝成神保助茂、伊達政宗勢と交戦して混乱に陥れ政宗と助成の同志討ちを起こしているこの戦いで照ミは負傷した天皇寺岡山の戦いでは三0余命の決死隊を率いて家康本陣への突入を狙っていたが天皇寺口で 豊臣方が壊滅したことを知ると徳川方の包囲網の一角を突破して戦場を離脱したその後の消息は不明であるいくつかの資料は戦死したとあるがそれ以上に落ち延びたとする伝承も多い